真っ暗な海の上に横一列に連なって浮かぶ光。1988年に宇城市の八代海で撮影された白縫いです。漁船のいさりりなどの光が水平方向に並んで見える蜃気楼の一種。今月、宇土高校地学班のメンバーが36年ぶりに撮影に成功しました。歴史的な成果に喜んでいるかと思いきや、次はこの肉眼でも見られるようなそういった明瞭な白縫い現象というのを撮影したい。観測から10日後、お待たせいただきましてありがとうございます。生徒たちは八代漁協を訪れていました。白縫いを撮影するために必要不可欠なのが漁協の協力です。前回は八代海に停泊した漁船からライトを照らしてもらいました。どうすればもっとはっきり白縫いを観測できるのか、その相談にやってきたのです。これ前回撮った写真なんですけど、こんな風に船がライトが強くて照らされちゃったり、設定によってはこんな風に明るすぎてしまって、まあ、周りがぼんやり光ってしまうっていうのがあったので、今回はちょっと前回に比べて小さいライトを使おう。前回より明るさの弱い LED ライトを用意していました。すると漁師からこんな意見が。昔の電球の方が良かったんじゃないか。昔でですよ、結局それってその作業をするための光だったんじゃないかなと思うんですよね、うんうん。昔の電球とは、暗い中で線状を照らす作業灯、白熱電球です。提案を取り入れ、次の観測で試すことにしました。こうやって若い子たちが海に興味を示してくれてるっていうところで、まあ、自分たちも海に携わる人間としてですね、人としてまあそこは協力してあげたいなっていう思いから、まあ、協力しようかというような話になりましたね。白縫い現象をもっとはっきり撮影したい、その思いで準備してきた生徒たち。ここから見て、まあ、辺り一面に光が広がっているっていう神秘的な光景が見れるんじゃないかと。午後11時、いざ観測開始です。八代海を望む宇城市の営農剣神社。午後11時、幻の光白縫いを追い続ける宇土高校地学班の生徒たちが再び観測のため集まりました。八代漁協の船から照らすのは高校生が用意した LED ライト。するとすぐに。これでもなんかちょっと右になんか現れてないですか。ちょっと右にありますよね。あ、これ氷を落としたらなんかいけるんじゃない。ライトは一つだけなのに、右側にもう一つ光が見える気がします。そこで、ちょっと光源が明るすぎるでしょう。なので白熱電球の方にちょっと変えてもらって。船にいる漁師に電話して白熱電球に変えてもらいます。おこっちがぽいな。あ、こっちがぽいな。ぽい、おぽい。 LED と比べるとこの違い。変化に気づいたのはその直後でした。これなんかそ更新軌道じゃないんですか。カメラが水平方向に捉えたいくつもの光。ところが、あー、人だ、竹松さんだ。漁師の服に反射した光、残念ながら白縫いではありませんでした。その後も待ち続けたものの、気づけば午前3時を回っていました。
結局この日白縫いは現れませんでした。どうする 今後10月の頭か2週間後やりたい、まあ、やりたいやりたい、ここまで来たらやりますか。生徒たちは10月にもう一度挑戦することを決めました。だいぶ近づいてるんじゃないかなという気がしてます。昔は、まあ、辺り一面に、ね、光が広がるっていうことなんで、まあ、それを目指して活動しているので、まあ、ぜひ見たいと思ってます。幻の光を追い求めて、生徒たちの挑戦は続きます。